た燃油の扇風機っていうこれは会社ですそれで取締役以下社長企画室それからチーフエンジニアリング室っていうのがどうも必要だろうからあるこれはね参謀としてで部門として管理部開発設計生産品種を営業販売としましたこういう組織でこれが話ができるかどうかですねこれねで今回この生産部っていうのはここに大部屋があって1から6ラインがあの辺にあるねっていうのでこういうとこですねあとの人たちスタッフ職とか管理部門はこちらですねっていう話でこれを今作ったんですけどねこんなような仮組織、社長は誰かあなたでいいんだから私はこの辺で企画室長で結構ですそれでこういう紙をババってやって一番最初はそもそも全体ですね TPS や TBS、TMS 含めて何ぞやってやつをこの紙で説明をしようとしたんですね、QCD を上げる企業体質をこれで上げるこのためにはこういう活動をするんですよっていうことを言ってますねだからここにあるような三密体でやって真ん中にコアの TMS だけどいっぺんにベンチマークしねえかんから会社の体質とかそれから開発とか設計生産とか販売を一度診断してレベルを上げるプログラムを作りますこれでやり方が分かったらみんなを活性化させてアウトプットを上げますでそのためにこういう活動をするんですねこの部分にジャストインタイムと自動化の考えを入れた職場活性化っていうのを作って組織をレベル上げて結果として収益生産性品質効率を上げるんですねこういう活動をするマネージメントをこの3つのところでやりたいんですねで診断は、企業体質3年計画を立てます GBM で評価するとどこかにゾーニングされるのでその会社で3年間の向上計画を立てますそれを具体的にやるとまあ例えば、不良GBM の評価があると不良とかが下がり生産性があり原価も下がるということで実績がありますということですねでこっちから右は TMS じゃあ TMS は何ぞやってやつがあってオフィスの中の仕事の改善をすることを主眼にやってますねこれも写真があるといった写真ですねでマネージメントでこう織り込んでる考えはお客さんの第一以下こういうことですね行動方式としては一番のキーは欧米ですよ、見える化ですよ、この2つのキーで自己定完結の仕組みをもとに PDC を回すんです。で、これが先ほどの絵ですね、こういう仕組みがあると。で、この中は4級、3級、2級、1級ってやって、ノービス、プラクティショナー、エキスパート、マスターということでやるんですね。特徴4つ挙げました。1つは、とにかく共通の行動考えをもとにしたビジョン方針展開ができるんですよ2つ目はコア活動ですね活性化を軸にしたこういうコア活動ができるんですね3つ目が変化にと異常に強い職場ですよ異常があったらすぐ動ける異常があったらすぐ止まるっていうことができる職場を作りたい4番目は人作りですよ。ワーキングライフというものを基づいて育成していきます。こういう特徴をここには織り込んでいます。そうすると、まず最初の1番ですね。TMS1 級というのはどういったことをやるんでしょうか。経営の見える化するんですよ。目的は業績とか成果を上げることですよ。プラス体制を上げることですよ。特にお客様満足度を上げながら経営指標を上げなきゃいけませんね。そうすると大部屋を作る、ごめんなさい、これビジョンを通して日常管理とつなげていく活動をします。で大部屋を3つ作るんです。経営の大部屋、それから機能別の大部屋、プロジェクトの大部屋、日常の大部屋を作って、ここでワイガイ言いながらここを通していきますと。それで、マネージメントの一つとしては、一番目が理念を啓蒙していくっていう基本、理念ボードっていうのがあって特に人と社会性と経済性を追求するのが会社の役割っていうのを共通に持ってもらう2つ目は会社のビジョンとしてあるべき姿
行動の共通指針ですね。この辺を共有します。これができますと、これはここら辺ですね。この辺ができると、この方針の展開なので、まず方針、中長期方針とか年度方針をきちっとやりますね。でその経営指標を見える化して、現状とあるべき姿の差を明らかにして活動を活性化させますよ。問題が分かったら、具体的にどの部分がいつまで何をやるんですかっていうことをやると。でチーム作りも社長以下きちっと執行役員を含めてテーマを分けて横串の活動をしますよ。それから人の全体のレベルが上がるために、横軸に技能技術歴、縦軸にマネージメントとして系統的に人を育成していきますよ。例えば育成計画は事務と技能系では、管理一般ではこのような形で育成計画を立てます。こういう仕事を育成層はやってください。